グレンコーは、イギリスの競争馬である。1834年に2000ギニーを制したほか、翌年アスコットゴールドカップに勝った。タネボバとしてはすぐに、アメリカに輸出されたが、輸出先で大成功を収め8年間主ボバチャンピオンを、獲得した。イギリスに残した産区、ポカ・ホンタスは、名範食品場として有名である。名前は、スコットランドの有名な谷から。 セカンドリドルズワースステークス、デザートステークスに勝ち、デビュー以来の3連勝で2000ギニーを制覇した。同世代には他にプレニポテンシャリーやタッチストンらがおり、レベルの高い世代として知られている。エプソムダービーではそのプレニポテンシャリーの3着に、敗れている。この年は他にグッドウッドカップなどに勝った。翌年は、当時コバの最高峰であった。 アスコットゴールドカップに勝ち、その翌年引退した。引退後は種ボバ入りしたが、わずか1年間の供養のみでアメリカに輸出された。この1年間の供養で非常に成功した繁殖品馬であるポカホンタスを出した。ポカホンタスの子には、ストックウェル、ラタプラン、キングトムの3頭の大種ボバがおり、現在への影響も強い。ポカホンタスの他にも、 アメリカでも残したメスゴマがレキシントンとの後輩で、活躍場を多数排出し、チョーザーラと並びサラブレット史上に残る名、ブルードメアサイヤーだったと言える。一方自家後の活躍場としてはプライヤーが挙げられる。その他にも活躍場を排出し、計8回のアメリカ守護馬チャンピオンを獲得した。これはアメリカにおいて、ボールドルーラーと並ぶ、歴代2位の記録である。メールラインも、 バンダルを通じて一時アメリカで大きく繁栄したが、20世紀に入ると勢力を失ってしまい、現在ではほぼ滅びている。ありがとうございます。